皆さんこんにちは、ジェントル山本です。今回はですね、ジャズスタンダードナンバーちょいモテ企画オールオブミーを、改めて撮り直したので、しかもアルトサックスで撮ったので、そちらの解説をしていきたいと思います。こちらの曲はですね、アルトサックスの譜面で言うと、まあちょっと譜面出していこうかと思うんですけれども、シャープが3つ、ラシドレミファソラという A メジャーのスケールで、演奏されていますね。まあこれはね、レスター・ヤングのテディ&プレズというアルバムがあるんですけど、その演奏が元にオリジナルとなってこのキーが設定されているんじゃないかなと思います。ソニー・スティットなんかだと、B フラットで演奏したりね、あのビリー・ホリデーとかね、まあいろんなプレイヤーが演奏していますよね。で、一応私もレスター・ヤングの、演奏すごい大好きなので、その辺をちょっと参考に、してこの譜面は作成いたしました。まああんなに早くやると大変なので、だいぶゆっくりにはなっているんですけども、ぜひね、アップテンポのスイング感っていうのをね、こういうのをね、あのぜひあの感じながら演奏していただけるといいかなと思います。まずはね、シャープが3つついているラシドレミファソラという A メジャーの、キーを練習してみましょう。まあ、詳しくはね、ちょっとブログの方でね、楽譜とかね、喋って説明するとね、時間かかっちゃうので、ちょっとそこだけ割愛させていただくんですけれども、A メジャースケールでこの曲は演奏していくということになります。で、この All of Me っていうのはね、すごい古い曲で、1930年代ぐらいの、ジャズスタンダードナンバーになるわけなんですけれども、スイングの感じを出す、ポイントとしてはね、半音階を使っているっていうことになります。半音階、まあ、いわゆる臨時記号でね、こうずっと続いていくような、クロマチックスケールって言ったりするんですけれども、例えばね、8小節目とかね、13小節目とかね、そういったところとかね、随所に半音階という、フレーズを、使っております。ここら辺がね、やっぱりAll of Meを吹くときの、ポイントになってくるんじゃないかなと。で、もちろんね、ゆっくりから譜面は練習していくわけなんですけれども、テーマの部分に8分音符普天四分音符のところが、あると思うんですけど、そういうところは必ずアクセントになります。スパーっていう風にうっとこう一瞬8分音符休んでからちょっと溜めてアクセントでパーって吹くっていうね、結構カウントベイシーとかね、古いスイングのナンバーだと、そういうテクニックはよく使われております。それから、小節をまたいで、シンコペーションしているところ、タイでつながっているところも、必ずアクセントをつけていく。例えば、All of Me の譜面で言うと、3小節目のドシャープなんかは、小節をまたいで、タイでつながっているんですけれども、こういうところはアクセントを大げさに、タラララウンルダーと、アクセントをしっかりつけていくと、こういうところが、スイング感を出すためのポイントなのではないでしょうか。なので、ぜひぜひね、練習、まあ譜面を吹くときに、まあこれはもう僕のレッスンで言うまでもなく、ゆっくりなテンポからキーとテンポを確認し、練習を続けていく。そしてジャズっぽいエッセンスとしては半音階を使っている。それからシンコペーションと、アクセントは大げさにつける、それから、四分音符は、これぐらいのテンポになるとちょっとスタッカーとっぽく演奏すると、スイング感が出るのではないかなと思いますので、その辺に気をつけて、All of Me ぜひ練習してみてください。
譜面の方は完全に私のオリジナルになっておりますので、譜面、練習したいよっていう方は LINE アットより、お問い合わせいただければご用意がございますので、ぜひぜひお問い合わせをお願いいたします。それでは本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。リアルのレッスン、プライベートレッスンもね、募集しておりますので、皆様お気軽に、お問い合わせをお願いいたします。説明欄より下より、リンクがございますのでお願いいたします。それではまた。